さてさて、本日は新大阪駅からスタートでございます。本日はね、温泉に行こうと、もう日々のね生活で肩が凝って仕方ないと、温泉に行こうということで12時5分発ですね、特急コウノトリに乗りまして城崎温泉に向かいたいと思います。城崎温泉といえば西日本を代表するね温泉地の一つなんですけれども、新大阪から特急1本で行けるんですよね。このコウノトリに乗って乗り換えなし、2時間40分ぐらいですかね。もう楽ちんなんですよ。だからね、もっともっとね、新大阪から城崎温泉行きのこの特急に乗る人多いのかなと思ったら、そうでもなかったですね。で、まあ新幹線でふーっと来てですね、これに乗り換えたらもう城崎温泉だし、まあ新大阪の次の駅が大阪駅ですからね、まあ、大阪梅田、大阪駅からも乗り換えなしでアクセスができるというのが城崎温泉。さあ、この城崎温泉に本日は一人でね向かいたいと思います。まあちょっとね、正確な時間もお伝えしておきましょうか。新大阪駅を12時5分に出るコウノトリ9号ですね。で、定刻がですね14時54分に城崎温泉に到着すると、これちょうどいいんですよね。あの、だいたい3時じゃないですか、お宿のチェックイン時間って。なので14時54分、2時54分に着いて、もうそのままふっとお宿に行けるというね、そのちょうどいい時間に走ってるのがこのコウノトリ9号でございます。どん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 ね北上していきまして、ただいま福知山駅でございます。で、この福知山駅でですね、ポツ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 と、雨が降ってまいりました。まあこの日のね天気予報、まあ曇り時々雨の確率 50% という感じだったんですけども、なかなかの雨が降る。まあでもこの緑が生えて美しいですね。そんな車窓をぼーっと眺めながら2時間50分弱ですか、定刻通りコウノトリ9号は14時54分城崎温泉駅に到着しました。こちら城崎温泉駅がね終着駅なんで、寝過ごす心配もなしと、サブジね下車してまいりました。まあ降りたお客様ね、まあ 4,50 人ぐらいいらっしゃったんですけど、半分以上が外国人の方でしたね。外国人の方にも人気のスポット城崎温泉雨でございます。で、このままですね、あの駅の前からね温泉旅館の組合さんなのかな、まあ、いろんなホテルを回っていくこうバス、送迎バスが止まっていたり、あとはホテルのバスがそのままお迎えに来てくださったりと、お宿へのアクセスはね非常にこう快適ですね。で、まあ僕こうやって撮影してたらですね、あの全てのバスがあの行ってしまいましてね乗り遅れましたんで、僕は駅前に泊まっておりました。タクシーに乗り込みまして本日のお宿に向かってまいります。本当はねこの城崎温泉のね温泉街といいますかね、この街並みをねブラ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 歩きながら見ていきたかったんですが、何せ雨が降っておりますんで、もうささっとお宿に向かってしまいたいと思います。さあ、ということでタクシーに乗りまして5分10分弱ぐらいかな、到着いたしましたのが本日お世話になります城崎温泉西村屋ホテル松月亭さんでございます。開湯からね1300年の歴史を誇る城崎温泉の中で、創業ね160年を超える西村屋さんというね老舗の旅館があるんです。そちら西村屋さんの別館とで見ますかね、それがこちらの松月亭さんとなります。早速ね中に入ってチェックインを済ませたいと思います。まあ中はすごい人がいらっしゃったんで、これねあの夜中に誰もいらっしゃらない時に撮った映像なんですけど、まあ中もゴージャスですね。さあ、チェックインを済ませましてね、本日のお部屋に向かってまいりましょう。まあね、チェックイン入り口とかね、チェックインをしてからとか、まあ係の方がご案内してくださったんですけども、一回お部屋に行ってそこからもう一回外に出て、撮り直しているということで、まあ一人でブラブラ歩いておりますけども、まあご丁寧にねお部屋の説明とかしていただいております。この以前にね、お部屋はね311号室1円様でございます。さあ、早速中に入ってまいりましょう。この玄関のドアを開けるとね、お茶の匂いがふわっと漂ってくるんですね。なんだと思ったら、あのブーツの隣にね香炉のようなものがあるじゃないですか。あそこでねお茶を蒸し焼きっていうのかなにしてくださってて、お茶の匂いがすごいんです。もうなんか、あ、ええとこに来たなっていう感じですね。で、こちらがお部屋になります。やはり和室、温泉といえば和室が合いますね。で、まあ、あの真ん中にねテーブルと座椅子が一脚だけと、
なんか執務室みたいな感じがしますけれどもこんな感じの和室のお部屋でございます。奥に見えておりますこの広縁のスペースもね、非常に広々しております。その外にはお部屋専用のね、この小庭庭園なんかも見えておりまして、その向こう側はね、川が流れてましたね。だから川のせせらぎなんかも聞こえてきます。ちょうどいいこの5月の新緑のシーズン、緑緑しておりますね。いいお庭です。ここでまたゆっくりしたいと思います。さあ引き続きね、お部屋の探検を進めてまいりましょう。お部屋の奥、この広縁と逆側ですね、ここには何やら脱衣スペースがあるよと。ってことはあれなんですけど、ちょっとじらしましょう。こちらね、お化粧スペースになっておりますね。パカッと開けますと合わせ鏡が出てまいります。いいですね、この座布団に座りながらお化粧をするなんていうのもね、いいんじゃないでしょうか。さあそしてこのお部屋はですね、なんとなんと露天風呂付き客室となっております。岩風呂タイプのね、露天風呂がついておりますね。でただですね、まあ、あのこちらのお湯は温泉ではなくて沸かし湯になってます。まあね、なんか取り決めがあるみたいですね、この城崎温泉の中で、あんまりこうあっちこっちお湯使わないでねとなんて言ったらいいのかな、このお湯資源を守るためということで、今回このお部屋のお風呂は温泉ではなく沸かし湯となっておりますが、まあ今見ていただいたようにですね、河原のせせらぎと新緑緑緑した中で緑の匂いを嗅ぎながらね、このお湯に浸かるという、これだけでももう十分ですよ。あとでね、のんびりと満喫したいと思いますという露天風呂がありまして、ここを開けますと広縁コーナーですね。こんにちはということでございます。さああと、まあお部屋の細かいところを見ていきましょうか。まあ、こちらの広々とした床の間ね、お花が生けてありますけれども、これ実は生花でございます。触るなっていうね、嗅げばわかるだろうっていうのね、ムニムニ触っておりましたが、生花が生けてあると、やはりいいお宿だなという感じがしますね。であとはまあ時計があったり内線電話があったり、あとはまあメモ帳があったりとかね、ミシュランガイドも置いてありましたね。でまあやっぱりね、ちょっとお行儀悪いなと思いながらも、そこに襖があると開けないと気が済まないということで、片っ端から開けていきます下の段が予備の座椅子と座布団でしたね。で上の段が特に何も入っておりませんが、おつまみ入れではないです。缶詰入れですかねところです。で向かい側の襖がずらっと並んでおりますんでね、こちらも開けて確認してまいりましょう。まあこの前にね、あの係の方から全部説明を受けてるんですけどね、こちらの襖奥には浴衣と羽織、そして靴下型の足袋ですね。でハンガーもありますんで、着てきた衣類はこちらにかけておいてくださいということです。お隣テレビがあります。テレビの下は開けるの忘れてました失格ですね。でこちらの襖の中にはお布団ですね、ふかふかのお布団が入っておりました。さあ今度玄関のあたりに戻って、あのお部屋をね、いろいろ見ていきたいと思うんですけれども、まずは向かって右側のこちらの扉、せーの、ナイストイレでございます。まあ一歩進むとこんにちはが作動しますけどね、今回こんにちは作動しておりません。でそのお隣がですね、洗面所になっております。広々ですね。でシンクは2つあります。ボールが2つあるので、お二人で来られても順番待ち不要というね、広々洗面所、そしてその奥には、まあ、お風呂もあります。まあ温泉がありますからね、あまり使う方は多くないかなと思いますけれども、まあ急にシャワー浴びたくなったりとかね、という時も対応できる、そんな内風呂もございました。さあお次はこの冷蔵庫あたりを見てまいりましょうか。やっぱり、ね、温泉ですからね、このお水のラインナップというか、お水の量が多い。ポットに入った冷水と、あとはこの田島天然水のペットボトルが置かれておりました。でその奥のお茶なんですけどね、煎茶の他にね、脱炭そば茶っていうお茶があったんですよ。これ何だろうって調べたらね、体内のこの巡りをサラサラにするルチンがたっぷり含まれているというね、お茶らしいんで、後でガブガブ飲んでおきました。で上にはね、グラスと栓抜きがありますね。栓抜きがあるということは、この冷蔵庫の中にあれが入ってるんでしょう。相変わらず開く向きをね、間違えてまごまごしておりますけども、中には瓶ビールが3本とお茶が入ってましたね。これスポット抜いたらもうあの即課金されるやつなんでね、飲まない方は気をつけてくださいという冷蔵庫周りでございました。というね、素晴らしい、まあお部屋に露天風呂がついているというこの和室でのんびりと過ごしたいと思います。さあチェックインをした時に、
ウェルカムドリンクのチケットをいただきましたんで、1階にありますカフェ、ラウンジかなに降りてまいりました。で、ウェルカムドリンクこんな感じでね、いろいろあります。あとね、まあ、今回僕一休さんという予約サイトから予約したんですけども、そこから予約するとね、なんかこうキャンペーンやってたのかな、ケーキセットもいただけますよということで、ウェルカムドリンクとケーキセットダブルでもういただいちゃうことにしました。ウェルカムドリンクでいただいたのがいちごミルク、そしてケーキセットでいただいたのがホットコーヒーと、あと後で出てきますけどね、ショコラテリーヌでございます。まあ、このいちごミルクもね、本当にいちごとミルクっていう感じでね、むちゃむちゃ美味しかったですよ。で、ショコラテリーヌが出てまいりまして、お、この断面を見てね、まさかと思ってね、メニューを見返したんですけども、そうなんですよ、丹波黒豆がふんだんに使われたショコラテリーヌなんです。だからチョコレートの甘さもちろんなんですけども、その後にね、このお豆のね、優しい甘さがほわっとくるんですね。これはね、考えた人素晴らしいです。美味しかった。そんなことを考えながらね、広々したラウンジでのんびりと丹波黒豆ショコラテリーヌを食べ、コーヒーをちびちび飲み、いやー美味しかった、ペロリでございますと。まあコーヒーちょっと残ってますねで、コーヒーをいただいた後、こちらね、ラウンジの隣にあります三宝さん、まあ、ここはね、ショップになっております。で、やはりね、この城崎丹波エリア、田島エリアですから、この田島牛、そして伊豆市そばですね、名物がいっぱいあるんですよ。で、この辺り、これだけじゃないですよ、有名な城崎といえば、そう、カニですよね。今はちょっとシーズン違いますけどね、カニ関係のものとか、あとさっきいただきました黒豆系、まあお土産にはこと書きませんね。そんな素晴らしい商品がたくさん売られたショップのお隣に大浴場がございます。月下の湯ということで、こちらがね、メインの温泉大浴場となっております。まあ、後でのんびり浸かりに来ようと思いますが、まずはお部屋に帰ってですね、明るいうちにお部屋の露天風呂でのんびりしようじゃないかということで、そそくさとね、お部屋に帰ってまいりました。しとしととね、雨が降ってるんですが、逆にこれがいいですよね。川のせせらぎの音、そして雨の音で、雨が降ってるんで、なんかこう緑のね、香りが普段の 1.5 倍増しになるわけですよ。そういうね、音と香りと、あと目から飛び込んでくるもん、緑緑という感じ、これをね、もう存分に楽しみながら、お部屋のすぐ横でお湯に浸かると、こんな幸せがあっていいのでしょうかというね、くつろぎタイムでございます。湯温もちょうどよかったんでね、30分ぐらいいましたかね。で、のんびりしておりまして、お風呂入ったり出たりね、披露宴でのんびりしておりましたら、夕食のお時間です。夕食はお部屋食ということで、お部屋でいただいてまいります。献立、今回はなんと田島牛づくし懐石ですよ。田島牛づくし懐石、2回言いました。まあ、田島牛というとね、まあ世の中にたくさんブランドビーフがありますけども、そのルーツとされているね、もう貴重なお肉なんでね、もうがっちり叩くよということで、まずは柚子の食前酒をキュッといただきましてね。で、こちらの膝掛け、この松月亭さんオリジナル膝掛けをパッと広げて膝にかけて、さあ始まります。まずは前菜からいきましょう。前菜は季節の主菜取り合わせと田島牛の炙り握り寿司ということで、季節の主菜をね、いただいてまいりましょう。まあ見た感じからして美しいですよね。この鳥の器もね、なんか可愛らしくていいですよね。パカッと開けるとね、美味しそうな料理が出てまいります。もうこの前菜だけでね、日本酒1合ぐらいいけそうな感じするんですけどね。まあちょっとこの後お風呂いっぱい入りたいんでね、お酒控えめで今回はね、行くことにいたしました。まあ、こちらお椀がですね、椀物代わりということで、季節のぬくもの、何のすり身だったかな、忘れましたまあまあ、いただいてまいりましょう。このね、ホタルイカ、季節ですからね、美味しいんですよ。この酢味噌、一気にね、2匹分の酢味噌を1匹で食べてしまいましたけれども、大丈夫です。この青菜にね、出汁がしっかり染み込んでおりますんで、2匹目は出汁味でペロリと、最後の一粒も忘れずにということですね。で、お隣のですね、まあ、この、これはフキですよねおそらくゼンマイかな分かれよっていう話ですけどね、お上品な味でございます。いや、美味しい。で、これは川エビですかね、そのままバリッといきましょう。あとはもう、魚とかね、もう全部美味しい。このお寿司、箱寿司かな、これもね、本当にお上品な味ですよなんか
食レポになってないな。うん。で、このね、中にはちまきかなと思ったんですけれども、笹団子でしたね。もち米の甘さとね、この笹の香りがそこに移ってですね、非常にお上品な甘さ。うん、今から料理が始まるよというね、このオープニングを飾る素晴らしい前菜たち、そして、このすり身は何だったのかということですけども、まあ、このあられがね、たくさん乗ってるじゃないですか。食感が楽しいなっていうね。すり身ももちろん美味しかったです。さあ、ここから、田島牛尽くしですよ。まず、炙り握り寿司。もう食べる前からね、美味しいですよ、これは。で、上にね、芽ネギと生姜乗ってますんで、シャリの部分にちょっとお醤油つけまして、パクッと。もうずーっと噛んでいたいですね、これね。で、このシャリのね、具合もちょうど良かったですよね、ホロホロっとして。もうたまらん。もう、あと4つぐらい持ってきてくれ、という感じの炙り握り寿司。さあ、お次にやってまいりましたのが、季節のお造りでございます。盛り合わせですね。見た目も美しい。田島牛尽くし懐石で、牛と来ると思いきや、まず、お造りでこうね、じらす作戦でしょうかね、これね。この後いっぱい牛が出てきます。牛っていうね。まあお造りでね、ちょっと心を落ち着けようというね、まあそういう意図があるんでしょうね。知らんけど。で、このね、これ倍貝だったかな。この貝もね、コリコリで美味しいですしね。あと、まあ僕の好きなものばっか並んでるんですけどね。一番好きなのは、やはりね、イカなんですね。僕、イカのお造りめちゃめちゃ好きなんですよ。だからなんやねんってことですけどね。美味しくいただいております。さあ、ここから、牛祭りが始まります。お次出てきましたのは、田島牛ロース鉄板焼きでございます。で、こちらが、田島牛と根野菜の煮込み。田島牛の波状攻撃が始まりましたよ。で、まず、鉄板焼きのね、鉄板が温まるまで、こちらのね、煮込みをいただいていきたいと思います。ゴロッと。ゴロッと入ってるんですよ。でね、まあもちろんお野菜も美味しいんですけども、お肉もね、ほろほろになるまで煮込まれておりますんでね、これ口に入れるでしょ。もう大体の人はね、あら、口に入れた瞬間になくなったっていう食リポをする感じのやつです。はい。いや、本当にね、これね、ご飯にかけて食べたらね、むちゃむちゃたまらん牛丼になるな、みたいなね。そんな美味しいお味でございます。お醤油ベースのね、味がしております。さあ、鉄板が温まってきましたんでね、田島牛ロースを焼いてまいりましょう。この熱された鉄板の上にね、お肉を並べていくと、この音が聞こえてくるわけですね。もうたまらんですね、これね。もう目覚ましのアラームにしたいぐらい、アラーム音にしたいぐらいの重音でございます。まあ、この銃を聞きながら、先ほどのね、また煮込みをポロポロっと食べて、お肉がちょうど焼き上がりましたんで、いただいてまいりましょう。ソースは左側からですね、ポン酢ベース、そして真ん中がお塩、右側がお醤油ベースとなっております。もう3枚お肉ありますんでね、全部使いましょう。お肉をちょんちょんとつけるとね、油がふわっと浮く、このお肉の品質の高さを物語っております。いや、もうこれも、あと15枚ぐらい欲しいですね。で、ここで、赤ワインさん登場ということでね。まあこれ国産のブドウを使ったワインですよという名前忘れましたけども。まあ今回のお食事ではあのワイン一杯でなんとか我慢したいと思います。さっきも言いましたけどね。お風呂にどんどん浸かりたいんで。で、お次出てきましたが、田島牛ローストビーフの炙りと。で、サラダ野菜添え。そして、しゃぶしゃぶですね。田島牛のしゃぶしゃぶが出てまいりました。もうこれ止まりませんよ、田島牛が。高温の鉄板でジュッと焼いたお肉も美味しいですけどね。この低温調理されたローストビーフ、これもね、噛み応えがあって、もう田島牛の香りがというか、旨味が口の中に広がります。そして、そろそろお鍋が沸いてきましたんでね、しゃぶしゃぶもしていきましょう。隣のね、鉄板もまだ熱々なんで、焼いたろかなと思ったんですけども、いや、しゃぶしゃぶのお肉は、しゃぶしゃぶで食べようということで、しゃぶしゃぶしてね、ほんのりピンクになったところでいただく。これが一番美味しい。まあ僕焼くときは結構しっかり派なんですけどね。まあどうでもいい情報です。で、しゃぶしゃぶしたお肉を特製ごまだれにつけていただいてまいります。ほんの少しね、酸味のあるごまだれだったんですけれども、まあただただ甘いごまだれも好きなんですけどね。大人のごまだれ、酸味が効いてるんでね、お肉22枚ぐらい食べれそうです、これはね。もっと持ってきてくれと。いう感じなんですけど、お肉をね、
貴重なお肉をのんびりゆっくりといただいてまいります。さあ但馬牛尽くし懐石終盤に差し掛かってまいりまして、お食事ですね、こちらが但馬牛そぼろ寿司ですね。これ結構この西村屋さんで名物のお料理なのかな、お持ち帰り用もありますみたいなね感じでしたね。そぼろご飯じゃなくてそぼろ寿司、そしてまあ開けるのに苦戦しておりますが赤だしですね、すり身が入っておりました。そしてこのものでございます。いやこのねそぼろ寿司、お寿司なんです、酢飯なんですよ。本当に美味しかったです。うん、お土産に買って帰りたかった。で最後は水菓子としまして、ミルク寒天と抹茶寒天で、上にはいちごソースもかかっております。でこの寒天ね、ミルク寒天も抹茶寒天もめちゃめちゃ味が濃厚なんですよ。すごいミルクの味がするんですね。だからこのいちごソースとめちゃめちゃ合います。で抹茶寒天とミルク寒天を一緒に食べると、まあ、それぞれの味がしましたね。うん、という大満足のお食事でございました。いやもう満足満足ですよ。もうあんなに但馬牛食べたん初めてですね。で食事が終わって1時間ほど休憩しましてね、お次はね貸切露天風呂をね楽しみたいと思います。こちらのホテル松月亭さん、まあね、貸切の露天風呂&スパというのがありましてね、3種類ありましてね、こちら森のプライベートスパ、銀月、風呂、臨泉と書いてありますけれども、銀月が和風、風呂が、まあ、南国リゾート風で、臨泉が中華風というか中国宮廷風みたいなね、まあ、そんな3種類のスパがあります。で、まあ、私は今回ねジャパニーズ銀月という森のプライベートスパ予約することができましたんでやってまいりました。入り口でですねお部屋の鍵とタオル類が入ったバッグを受け取りましてね、早速お部屋に向かってまいります。まあね、普通の貸切風呂じゃないんですよ、ここはもう森のプライベートスパですからね、まあ、何があるんだ、どんなのがあるんだと、もう写真だけ見てねテンション上がって、さあやってまいりました。今からね皆さんにもご紹介させていただきたいと思います。まず鍵を開けて中に入りますと、まあ立派な玄関がありますね。でこの玄関の奥に進みますと、ワオな景色が広がっております。まあ、リビングがあるんですね、スパリビング的なリビングがあって、その奥扉の向こうに大きな大きな露天風呂が見えておりますね。で露天風呂とリビングだけじゃないんです、こちらにはまあ大きなねこの洗面台もありますし、まあ、左側ねこれ今回開けませんでしたけどナイストイレもございます。でこの洗面台から奥に入っていきますと洗い場がありますね。でさらにね左奥ドアがありますけども、あの中がですね岩盤浴ゾーンになっております。プライベート岩盤浴ゾーンで、こちらの扉から出ると外ですね、露天風呂、チャパチャパといい音が鳴っております。こちらは温泉でございます。で岩盤浴ゾーンもちょっと覗いてみましょうか。このね寝っ転がるタイプではなくて座るタイプですね。もうボヘーとボヘーとというかねだらーっと座りながら岩盤浴を楽しめるというね岩盤浴コーナーがこちらになっております。でこちらのですね森のプライベートスパは70分制になっておりますんでね、まあここでいろいろね頭の中で計算するわけですよ。まずお湯に浸かりでちょっと休憩して、奥の岩盤浴に行って、でまた休憩してシャワー浴びて温泉に浸かってこう戻っていこうと、もうシミュレーションもバッチリです。もう岩盤浴と温泉、まあ2往復できればいいかなとそんな感じで考えております。でこちらのリビングスペースにはですね、まあ、常温のお水、冷えたお水、そしてスパークリングワインなんかも用意されておりましたね。なんでお風呂上がりはここでのんびりとお水を飲んで汗を流すと、まあ、そういう楽しみ方ができる、もう70分間遊んでる暇ないですよ、これはもうね使い倒したいなと思います。で入り口でいただいたバッグの中には、中でくつろぐ用のサムエ、まあ岩盤浴着かな、うん、そして、バスローブ、バスタオル、フェイスタオルが入っておりました。あと岩盤浴に敷く大きなねブランケットタオルも入っております。さあまずはですね掛け湯をして、広々とした大きな大きな温泉にドボンでございます。まあ聞こえてくるねあのカエルの鳴き声カエルがねこの囲いの向かい側、向こう側、外側がねあの川になってるんで、そこでカエルくんたちがね元気に鳴いております。そんなカエルの鳴き声を聞きながら
温泉にドボン。でもって体が温まった後は岩盤浴着に着替えまして岩盤浴コーナーに突入です。大きなブランケットをバサッと引きましてね、ここに座ってのんびりと、まあ10分ぐらいかな、もう汗がね止まらんのですよ。で床暖房もねちゃんと効いてるんで、足の裏もあったかいし、もうお尻も背中ももうポカポカですわということで、汗をダボドボかいてリビングに戻って水をガブッと飲んで、もう一回お風呂にドボンと。たまりません、たまりませんよ。これはこれぞ温泉というね、まあカエルの鳴き声ですんですけどね。なかなかいい経験でしたね。素晴らしかった。岩盤浴と温泉をこれでもかと楽しんで水を1リットルほど飲んでね、お部屋に帰ってまいりましたらお布団が敷かれておりましたね。まあこれも旅館ならではのサービスでありがたいですね。で枕元には行灯と、あと懐中電灯とかね、明日の朝食券なんかが置かれておりました。さあここでね僕は悩むわけですよ。もう寝てしまうか、ちょっと休憩して大浴場に行くか、それともっていうことで、もうやっぱね我慢できなくなりましたビールだと、いうことでグラスと栓抜き、そして冷蔵庫の中からおもむろに中瓶を1本取り出しましてね、もう風呂上がりビール飲まな無理でしょと、もう大浴場明日の朝行きますということで、一人ビール祭りが始まりますもう栓がね吹っ飛ぶぐらいもう大急ぎで開けましてね、ビールビールビールということでおもむろにコップに注いでおります。でもう風呂上がり体ポカポカということは、もうね飲むスピードはねこんな感じですよ。たまりませんなという感じでね、もうビールを煽っております。もうねおつまみとかねいらないです。もうこのね欲してるんです体がビールを、ということで、あっという間にビールがなくなってしまいました。でさすがにちょっと2本目はね我慢しときました。適量で終えておこうということでビール1本を美味しくいただきまして、大浴場明日朝早く行くぞと心に決めましてね、もう今日は寝てしまうことにいたしましょう。まあ、カメラではね拾えてないですけれども、外のねこの川のせせらぎ音がねちょっと聞こえる感じ、最高の一日でした。おやすみなさい。おはようございます。昨日はよく眠れましたね。温泉岩盤浴のパワーっていうのはやっぱすごいですね。よく眠れました。さあ朝起きて外を見ると、若干小雨っていう感じですね。ということでまずは寝ぼけまなこのままお部屋の露天風呂にドボンタイムです。もうね帰りたくないですよこれこの瞬間。いつもねこのまあ一泊して翌日チェックアウトの日の朝にね温泉に入るともうやだと、帰りたくないっていう感じなんですけども、ささっと準備いたしましてね、お次は朝食会場に向かいましょう。朝食はねビュッフェ形式になっております。この広々したホール、まあ和洋中、ね、ものすごい数のメニューがありましたね。まあそんな中で私が選びましたのは和食っぽい感じ、まあ右の2つはね洋食丸出しですけどね、なんかこう煮物とかがね食べたくなるんですよ、お湯に入った後は、知らんけど。ということでね、体に優しい朝食ラインナップに今回いたしました。窓の外にはね緑の美しい景色が広がっております。こんな緑に囲まれた中で、まあ相変わらずのお食事ですがペロリでございます。いやもう満足ということで、ダッシュでね食後は大浴場に行ってきました。大浴場露天風呂ドライサウナ水風呂、広々してましてね、やっぱり昨日の晩のんびり行っといたらよかったと後悔しながらお部屋に戻ってまいりまして、チェックアウトとなります。もうちょっとゆっくりできたんですけどね、電車の時間がありましたんでね、9時に泣く泣くチェックアウトとなりました。いや本当にねまだまだ行きたいとこいっぱいあったんですよ。こちらの松月亭さんはね5万坪の大庭園があるんですよ。そこの庭園の散歩だとかね、その庭園の中にあるプールとかね、あとフィットネスセンターとかね、まああとはもうレストランとかね、ナイトラウンジとかいろんなとこがあるんですが、もうほぼお部屋と貸し切り温泉で終わっちゃいました。もう次回はねカニのシーズンにまた来たいですね、城崎。その時にはまあお天気であることを祈りながらまたやってきてですね、カニに舌鼓を打ち、そして庭園の散歩をし、
フィットネスジムで汗を流し、温泉でさらに汗を流すというね、まあ、そんな過ごし方をしたいななんて後ろ髪を引かれる思いで、まあ、帰りは雨が小降りだったのでちょっとね散策しながら帰ることにいたします。やっぱりね城崎はね街ブラは絶対欠かせないですね。うん、この風情のある街並み、これ左側に見えてるのが西村屋さんの本館でございます。まあ、こういうね歴史のある建物があったり、お土産物屋さんとか飲食店がねこう軒を連ねてるわけです。あと外湯巡りなんていうのもね城崎温泉は有名ですからね、浴衣姿でこの辺りを夕方ねちょっと日が沈んできた傾いてきた頃にプラプラ散歩するなんていうね、そんな城崎らしい過ごし方を次回はするぞと心に誓ってですね、城崎温泉駅まで戻ってまいりました。まあ歩いて20分ぐらいでしたかね、でさあここからまた新大阪に帰りたいと思います。乗り込みますのが新大阪行きのコウノトリ12号ですね。まあこれも新大阪止まりなんで寝過ごす心配がないので、のんびりグダグダうとうとしながら帰りたいと思います。というところで今回の城崎旅、西村屋ホテル松月亭さんの模様宿泊記ですねは以上となります。いかがだったでしょうか。城崎温泉、まあ非常にこう便利ですよね、交通の便が。新大阪、ね、まで新幹線で来て、そこからコウノトリに乗って、まあ、寝過ごすこともなく到着しますんでね、ぜひ城崎温泉訪れてみてくださいね。ということでね、今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。またねこんな感じでいろんなね温泉地にブラブラ出かけていく、そんな動画も出していきたいなと思っておりますんで、もしよろしければねチャンネル登録をして次回以降の動画楽しみにお待ちいただけましたらと思います。あとはリアルタイムの情報なんかはね X でまあなんかいろいろ投稿しておりますんで、ご興味おありの方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。であと、メンバーシップっていうのやってましてね、メンバーシップ限定オフ会だったりとか、あとはまあ毎週のようにね、メンバーシップ限定のライブとかやってますんで、ご興味おありの方はこちらもねチェックしてみてください。ということでね、また次回の動画でお会いいたしましょう。で締めたいところなんですが、本当はね城崎温泉から新大阪、大阪まででねもう完全個室がついてるバスが出てるんですよ。それに今回乗れなかったのが残念ですが、次回まあそのバスでまた城崎温泉に行きたいと思いますという、決意表明で今回は締めたいと思います。じゃあまたね次回の動画でお会いいたしましょう。ではでは、さよなら。